野村古道咲く百審の婦、千代之助の悲しい望み二人は墓毛の濡れ縁に腰を下ろして夕日の傾くのを忘れて話し込んでおりました小田切三夜の娘まゆみとそのいとこの荒い千代之助は突き詰めた恋心に 身分も場所柄も、人の見る目も考えてはいなかったのです。千代之助は21。荒井家の冷や飯食いで、男前ばかりは抜群ですが、腕も学問も大生く枕。親に隠れて小歌浄瑠璃の稽古所に通ったり、小芝居の下座で頼まれれば忍笛を吹いたりするような心がけですから、どんなに間違ったところで、叔父の小田切三夜が、 娘の婿にするはずもありません。眉美はとって十八、魂を吹っ込んだ人形のように綺麗な娘で、千代之助とは幼友達。それがいつの間にやら恋心に変わったのですが、父親の三夜はそんなことに一向おかばいなく、これも五六年前から小田切家に引き取っている、当園の若侍、半沢良平と役年を嫌って、 この秋は祝言をさせる段取りまで決まっていたのです。若い二人は、しかしそんなことに遠慮などはありません。男女七歳にして席を同じゅうせずといった旧道徳は、徳川幕府の誠意とともに廃れてしまって、今はいとこ同士の親しさに、かどめだって物を言う人もないのを幸い、鎧蔵の前の濡れ園に寄り添って、 もう半日近く、なんか囁ささき合っております。マユミ殿。はい。近頃をぶしつけだが、その会社を見せてもらいまいか。どうなさいますマゆミは驚いて、唇を押さえた雑折の小菊を持ち直しました。マゆミ殿の唇は、よく売れたグミのようで、唇の赤さが、 そのまま、小育の上へ、移りそうでならない。ちょっと拝見。あれ、千代之助様、私は口紅はつけてはおりません。それは言うまでもない。ゆみ殿の唇より、赤い口紅が、どこの世界にあろう。千代之助はそう言いながら、片手を縁の板について、斜め下から、夢見るようなゆみの口元を見上げるのでした。 調子はいかにも冗談らしく聞こえますが、言葉の底には妙に真剣さが溢れて、眉美は思わず、振り袖を右手に巻いて、自分の唇を隠したほどでした。眉美殿。眉美殿。私はもういや。千代之助様は、からかいなす手ばかり。華奢ななでがとをぷいと背けて、 しまだまげを少し後ろに反らせながら、二つのたもとを膝の上で揉んでおります。まゆみどの、からかいや冗談ではない。この通り、大まじめな私の顔を見るがいい。千代之助は娘の膝へ手をかけて、少し邪険に自分の方へ振り向けながら。おりって、一生の願いがある。まゆみどの、聞いてくれまいか。 続けました。他ではない。眉美殿には、あの通り、立派な言いなづけの夫があり、私のようなものが、どんなに思ったところで、末史中、添い遂げられるはずもない。あれそんなことは。黙って聞いておくれ。せめては、あとの思い出に、その優れて美しい唇の跡を、地べにで、髪へ押して、 私にくれまいか。まあ。半沢氏は、やがてゆみ殿の体も心も自分のものにするだろうが、私は、この私には、たった一枚の唇の押し方が残るばかりの時が来るだろう。千代之助は、うちしおれた風情で、芝居の目方がするように、右の手のひらを、ところへ、 軽く挟んだりしました。まだ、誰も知ってはいませんが、二人はもう、そんな、嬉しい仲だったのです。両兵、深手を追う。代之助様おう由美はいっぱいに紅を含んだ唇を濡らし、その上から、 半紙を二つ折りにして、固く押さえました。二人は、人に見とがめられないように、まゆみの部屋の前までたどり着いて、化粧道具の中から、口紅の皿を取り出させて、こんなつまらない悪さにふけっているのでした。もういいだろう。まゆみの唇から、そっと半紙を取ると、その上には、 赤々とかわいらしい唇の跡が、ちょうど未変のベニバラを散らしたように映されております。千代之助はそれを受け取ると、ありがとう、まゆみどの。ちょっと半紙を開いて、まだ生乾きの唇の跡を見つめておりましたが、何を考えたか、不意にその髪を自分の唇に押し当てて、夢心地に吸いいるのでした。 あれ千代之助様。まあ、いい。これはどうせ、私がもらったのだ。誰にも文句は言わせない。そう言いながら、千代之助は、半紙を四つに畳むと、そのまま、押しいただくように、少し生めく襦袢の袖の中、内部ところ深くしまい込むのでした。千代之助殿。眉美殿。 こんなつまらないいたずらが、二人の胸に潜む恋心を、どんなにあおるかわかりません。いつの間にやら二人は手を取り合って、いつものように夢心地に、お互いの唇を求めておりました。不義者不意に障子を蹴開いて、まりのような感じのする男が飛び込みました。ゆみの言いな付け、 終焉の逆付き事をするばかりになっている半沢良平の嫉妬に狂う浅ましい姿です。あ二人は危なく飛びのきました。白人はさっと間を立って眉みの振り袖の先をつんざきます。動くな、不義者を。何が不義者だ隙をもなく切り立てる白人をわずかに避けながら、千代之助はそれでも、 相手の嫉妬の炎に水を注ぎます。おどれ、何をゆみ殿は、これのものだ。言い名付けが何のええー、言わしておけば。半沢良平は、半中屈指の使い手。荒井千代之助は、役者のように綺麗ですが、前にも言ったように、腕は半中、並ぶものなき大名枕。抜き合わせる気力もなく、狭いゆみの部屋を、彼方へ来なたへと、 虫のように逃げ回りました。もし、真ゆみが刃の下をかいくぐって、千代の助をかぶってやらなかったら、二たち、三立ち目には、ナマスのように、刻まれてしまったことでしょう。と言った、真ゆみ殿、かわいだてすると危ない。あれ、勘にして。罠なく二つの棚心が、白人をくぐってしつこく突きまとうには、安沢良平も、 ことごとく持て余ましました。千代之助とどんな関係まで進んでいるかは知りませんが、この先に酔うような美しい娘、やがては自分のものになるまゆみを切る意志などは元と持っていなかったのです。へえ、逃がしてなるものか。激しく切り下げた両平の一刀。どう間違ったか、深々と 投げしに切り込んでしまいました。大名枕でも武士は武士です。それを見ると、一刀を抜く手も見せず、さっと両兵の腕。おっひるむところを付け入って、とどめの一刀。胸元深く刺そうとすると、どこから飛んできたか、一丁の小塚。千代之の助の小瓶をかすめて、後ろの柱に深々と立ちます。気がついてみると、 まゆみの父の小田切三夜。早くもこの様子を見て、一文字に廊下を駆けつけてくるのでした。もののはずみで、両兵には深手を追わせましたが、おじ三やは、藩中第一の使い手。こんなのに出くわしては、千代之助ごときが、ハンダースかかっても追っつきません。おろおろするまゆみを後に、千代之助の体は、縁側へ、わへ、 おびえたうさぎのように逃げ込んでしまいました。堕落の底の底。半沢良平は大怪我をしましたが、幸い命には別条なく、不慮の災難で、こうむきは済みましたが、昔ぎの小田切三夜の気持ちは、どうもそのままでは済みません。せめてもの悪い心。 両平が命にかけて恋したう娘を納得させて、一日も早く祝言の逆付きを交わさせようと思いましたが、まゆみは脅かしても叱っても、なだめても頼んでも、こればかりは聞き入れることではありません。武士の娘にあるまじき不行席。この上は手打ちにして、両平殿に詫びをする。父三夜は、 刀をねじくり回してそんなことまで言いますが、元より命を投げ出したまゆみは、そんなことで驚くわけもなく、第一、まゆみの美しさに打ち込んだ両平は、何に変えても、まゆみの命だけはと手を合わせないばかりです。両平のひたぶるに娘をしとうた心を見ると、三夜もさすがに心がなまります。ついには、娘のまゆみを、 土蔵の中に押し込んで、半沢良平が継ぐべき家もないのを幸い、手続きも漏れなく踏んで、自分の後目相続人に直し、二百五十国の功炉を譲って、自分は綺麗に身を引いてしまいました。その間に、荒井千代之助は堕落の淵へ真っ逆さまに落ち込んでしまったのでした。最初、 おだぎり家から逃げ出した足で、友達なり親類なりの家へ転げ込み、せめては処方の丸く収まる日を待つとか、詫びの叶う時期を待つとすればよかったのですが、どこへ行っても鼻つまみのせいもあったでしょうが、いきなり飛び込んで身を隠したのは、かねて出入りしていた小唄師匠の家だったのです。三日経たないうちに、千代之助は、 その師匠と怒って、弟子たちの目を育てさしたことは言うまでもありません。しかし、それも、三月とは続きませんでした。美貌で調子の良い千代之助は、まもなく女から女へ渡り歩く、一番過当で一番癒しい生活を始めてしまったのでした。千代之助は、本当に良い,い男でした。 細表の色白で、パッチリした目、少し高い鼻、ひじしまった唇。これだけを見ていると、優れた芸術品にあるような魅力を感じさせますが、どうした造花の間違いか、この一番立派な顔へ、一番過当な魂を噴じ込んでしまったのです。横着で、無知で、白状で、少し気違いじみでさえいる千代之助は、 ドンハンやヨノスケのような、隙間に共通の、不思議に目先の効く才能まで用意しているのでした。最後に千代之助は、芝居ものの群れに身を落としてしまいました。門伐のやかましい社会へ、そうたやすく潜り込めるわけはなかったのですが、感動されているにしても、実家の家柄が光ってくれて、思いのほかやすやすと、 猿若町の住人になりすましたばかりでなく、何年目かには、長い下の若手で、有望と言われる地位にまで、へのぼっておりました。この仕事、おしろいを塗って、青い赤い衣装をつけて、毎日舞台の上で恋をしたり、観客の美しいのを、それとなしにあさったりする仕事は、千葉の助には、 一番売ってつけたものだったのでしょう。秋っぽい日頃にもにず、こればかりはすっかり腰を据えて、芸名をそのまま、沢村千代之助と名乗って売り出しました。その間にも、女稼ぎは休んだわけではありません。あらゆる階級の、あらゆる年頃の、あらゆる女を、次から次へとあさって、5年、1年の後には、 まゆみも両兵も何もかも全障害を忘れてしまっておりました。まゆみの心、両兵の心。小田切三夜は二年目に急病で嘘、せ、小田切家の家督は名実ともに両兵が譲り受けました。同時にまゆみは土蔵の座敷廊から出され、 当主良平が恋人とも妹ともよその見る目もいじらしいほど大事にしますがどこかに釈然としないところがあるものか身より友達家来筋のものが何と進めても二人は杯ごとをして夫婦になろうとはしません北条様いつまでそうしていらっしゃるおつもりでございます お心の広い旦那様は何にもかも許して、いつでもお嬢様をお迎えしようとしていらっしゃいますのに、何を思い詰めていらっしゃるのでございます。母のない後の母の役目まで引き受けて、まゆみを我が子のようにしている馬は、時折こんな愚痴を繰り返して聞かせますが、まゆみはいつまでたっても両平と一緒になろうとは言いません。 うばや、どうぞそ,それだけは言わないでおくれ。よく、私にもわかっているけれども、私の心持ちはどうにもならない。また、あの昭和の千代之助を思っていらっしゃるのではございませんかとんでもない。私は、あの男が憎くて、憎くてならない。そんならば、旦那様どこ一緒になってもよろしいではございませんか 道女の頭は単純でした。右でなければ左、嫌いでなければ好き。物事はたったこの二通りの姿しか映らないのです。いえいえ、あの立派な両平様のお心持ちを考えると、私は涙がこぼれます。あんなけら高い立派な方と、こんなに汚れた私が、どうして一緒になれましょう でもう、そんなことは、言っておくれでない。強いて言われると、私は、内川へ身でも投げて、死んでしまわなければならない。こう言われると、乳母は、二の句が続けません。一方、当主に治った両兵は、繭美を妹のように愛武して、その心持ちを傷つけないように努めながら、余計なことを言って、 殿を苦しめてはいけない。ことごとにそう言って、乳母をたしなめるのでした。千代之助の身を持ち崩したあさましい姿が、良平の目に触れないでもありません。ことに役者になって、元の名をそのまま、猿若町に顔をさらしたときは、知ってるほどのものは、はがみして気通りましたが、腕一本切られた仇同士の良平は、 世の後ろ指を背中に感じながらも、それをどうしようという様子も見せませんでした。一度、浅草の観音様の門前で、芝羽織の千代之助と酒もかわしもならず、旗と顔を合わせたことがありました。両平はさすがに顔色を変えましたが、次の瞬間にはさりげない様子で、 足をよどませもせずに、すらすらと通り過ぎました。千代之助は、良犬の姿を見たノウサギのように、キビを返すと、一目散に雲での路地に、そのバカバカしく派手な姿を隠してしまいました。賢いのか寛大なのか、家族が惜しいのか、それとも、ゆみの思惑をはばかるのか、 両平のこの態度ばかりは、口さがない友の者にも、全く押しはかりようはなかったのです。九十九人目。その頃、千代之助は、悪魔ともガキとも、異様のない惨憺たる堕落ぶりでした。ある時は、三口の森っ子に変な様子を見せて、 町内の飛びの者に尻を持ち込まれたり、ある時は名の通った爆虫地の囲い者と相引きして、牛脂半盛の目に合わされたりしました。千代之助の陰闘な生活は、そんなことで少しも懲りた様子はありません。唇から唇へとあさり歩く浅ましい姿は、さすがにそんなことには慣れきっているはずの芝居者も、目をそばだったり、 後ろ指を刺したりするありさまだったのです。夏の暑い日、カスの花の上に突き出した池の旗の出会い茶屋の奥に、千代之助はその何十人目かの女と恋の果てしもない遊戯にふけておりました。ちょいと、お前さんは、もうこの私に嫌気が刺したんじゃないのどうして、そんなことがあるものか。 二枚目役者の千代之助は、青々として野郎頭ですが、薄化粧くらいはしているらしく、上布の片平の上に、帰り自宅らしく、舎の短い羽織を引っ掛けているところでした。ハスの朝までここにいて、ゆっくり、ハの咲くのを見ようっていったのは、どの口だっけ、くらしい。女は縦膝ににじり寄って、羽織の裾をつかみました。 お梅と言って、柳橋芸者、少し一は立ちましたが、大おねさん株では鳴らしたすごい腕です。それは言ったさ。だけど考えてみると、今日は25日だろういい加減になさいよ。考えなくたって、今日は25日さ。そんなことは昨年の暮れ、小銭を買った時からわかっているじゃないの。よったね。 十五日はわかっているが、舞台稽古のあることをすっかり忘れていたんだ。今度は盆狂言で、名題下のこいっらも、どうやらこうやら、いい役がついているんだ。こんな折を外しちゃ、こいっらは、一生浮かぶせがない。何を言うのさ。お前さんなんかは、どうせ面がいいだけのことで、この暑いのに、どんなに働いたところで、 大した出世はできるわけはない。それより、私が盾引いて、見事に、盾過ごさしてあげるから、これを潮に、足を洗っておしまいよ。おぼしはありがたいが、それじゃあちが当たる。ちょいと、誰のちさ、畜生。このしょばれ男め。したたかに、高もものあたりをつねると、おっつ ひどいことをするじゃないか。千代之助は、焼け火箸を当てられたように、大げさに飛び上がります。まあ、なんという声だろう。聞けばお前さんは、元は侍だったって言うじゃないの。どう間違ってまた、そんな弱いお侍ができたんだろうね。侍だって、詰められれば痛いよ。夫も、あまり強くないから。 しばいものに身を落としたんだ。これで剣術でもうまかった日には、お前なんかそばへも寄せつけない。はあ、切れたね。そんなことを言いながら、千代之助の手は羽織の紐を結んで、帰り自宅を忙しく運び、お梅の手は羽織の裾から、帯へ、胸へとまさぐり上げて、男の細表をもろ手に挟んで、返しもない必要な宝ずりを、 繰り返すのでしたお前さんは昭るだから、こうして、どの女もどの女も、捨てていくってようじゃないの。他の女は知らないが、私を捨てたら承知しない。そんなことがあるものかえ。い,いえ、沢村千代之助の評判を知らないのは、ご本人の、お前さんばかりさ。唇の手形を取られたら最後、 二度とお前さんに会った女はないって言っているのをご存知かいそんな馬鹿な。私はとうとう昨夜、それを取られたんだから、もう、お前さんに捨てられる番が来たんだね。それと知りながら、断りきれなかったんだから、本当に、なんて馬鹿だろ。う。お梅は、千代之助の胸に顔をうずめて、しくしくと、 泣き出してしまいました。それはみんな、世上の噂だよ。私に構ってもらえない世上の女たちが、勝手なことを言いふらして、荒いせをしているのだよ。私はお前の他に、女を持ったことがないとは言わない。けれども、女というものを知ってから、まだ、おめねさんのような女に、会ったことは一度もない。どうしてどうして、この大事な女を、 人の手に渡してなるものか。お前、それは本当かい本当にも嘘にも、私の胸は。それ、早金を打って、私の方は、こんなに燃えているじゃないか。嬉しいよ、私は。その言葉を、いつまでも、いつまでも、忘れてない。なんの。二人は、医師と抱き合いました。 一方の窓の外は池の旗の人通り、夕暮れを急ぐ人たちの足音をうつつに聞いて、二人は時の経つのも忘れております。美しき天の行方。一足先に池の旗のオーライン出た千代之助は、お梅のことなどもうケロリと忘れておりました。 売れ切った豊島女の必要な恋は、なんとなく献体を覚えさせないではありませんが、夕暮れの池の風が、蓮スの花の香ばしさを乗せて顔を吹くと、そんな疲れも吹き飛んでしまいます。おや<よ>千代之助は、ふと立ち止まりました。すれ違った女、それも墨染めの包囲を着た。 若い甘胞子の美しさに驚いたのです。頭こそ青々と丸めておりますが、柔らかい眉のカーブ、黒い滴る瞳、真珠色に少し赤みの差した方。いやいや、それは物の数でもありません。千代之助の心をひしと捉えたのは、甘胞子の赤い唇。グミのように丸くて、 グミのように艶やかな唇だったのです。墨染めの方位を着た主将な姿に、何のわだかまりもありませんが、この美しい唇は、どう考えても、教問を図させるにふさわしいものではありません。千代之助の足はいつともなく、その雨胞子のとを慕って、上野の山下から根岸の方へ歩いておりました。 その頃は、うぐいすもふくろうもないたネギし、日が暮れると、めっきり寂しくなるのですが、あマホウシは様で急ぐ風もなく、小立ちから藪へ、藪から田んぼへと、暗くなりかけた道をたどって、ネギしの奥へ奥へと入っていったのです。ふと、アマの姿は見えなくなりました。道は藪と小立ちに隠れて、 一方は、ささやかな生き垣に突き当たっております。狐にやられたのかなそう思うと、臆病な千代之助はぞっとして、逃げ腰になりましたが、次の瞬間、思わず、足を止めました。目の前、ほんの二三軒先に、思いもよらぬ明かりが入って、鐘の音、 やがて静かに、独協の声さえ聞こえたのです。見ると、生け垣の中は、ささやかな暗室で、明かりも金も、そこから漏れてくることは間違いありません。遺産源小戻りすると、しおりもんがあり、押せばすぐ開くところを見ると、戦国、アマを見失ったのは、多分、この辺りだったのでしょう。忍び足で、 入口に近づくと、のぞくまでもなく、開け放した正面の仏壇に向かって、美しい中音に京をずしているのは、池の旗からつけてきたさっきの若い山です。千代之助は、泥棒猫のように入り口の闇に立って、しばらく京の住むのを待ちました。やがて、雨が立ち上がるのと、お頼み申す。 千代之助の大人うのと一緒でした。はい。行きくれてことのほか難十いたします。しばらく軒の下を拝借いたしたい。はい。深山夕刻にでも踏み込んだような芝居係の声にあっけに取られたのでしょう。明かりの穂先に透かすように甘はそのまま立ちすくみます。 さっさくのお許しで、かたしげない。ごめんください。誰も入れともなんとも言わないのに、千代之助は暗室の入り口に腰を下ろしておりました。男気がないと見定めたからのことでしょうが、安方で部類の美男と言われた千代之助は、どこへ行っても無礼な仕打ちで通ってきたのでした。あの奉仕は、 鈍い光に透かして、黙って千代之助の顔を見つめました。片平に、車を羽織って、薄化粧さえした安姿を見ると、さすがに一度は驚いたようでしたが、警戒するほどのものすごい相手でないと見たのか、そのまま、招き入れる形に席を開きます。これは片付けない。ご造作に預かります。 そういう千代之助は、もう、暗室の中に上がり込んでおりました。相手が女でさえあれば、どんなことをしても、咎められたことのない千代之助は、こんな時だけは、本当に素晴らしい勇者だったのです。仏の舞、破壊の誘い。なんという。 静かなことでしょう。寂しくはありませんかは、い,いえ。ご修行はさることながら、若くて美しいお方が、こう、行い清めていられるのは、深い思災がなくては叶いません。お差し支えがなかったら、お話しください。い,いえ、もう。若い山は、 顔をあからめてうつむくばかりでした。しなやかな肉付きや美しい死体は、墨染めの方位にも隠せず、暗室の貧しさにも輝きわたるばかりでした。世を捨てるまでには、いろいろのお物語もあることでございましょう。例えば恋とか、情けとか。いえいえ、そんなものはございません。私のは。 世を捨てたのではなくて、世に捨てられた身の上でございます。はて、そんなに美しいお方を、捨てる世の中が憎いではございませんか。千代之助は、優しく天の胞を見上げるように、ずいと膝を進めました。後ろは、御仏の連帯、引きもならず、若い山は、後ろ手に、 身を反らせるばかり。不思議な空気の中に、千代之助の冒頭的な熱情は、ふつふつと、たぎり返します。この、鼻の良い、恋のハンターは、若い山の態度に、多少の恐れと疑いはあるにしても、少しも、自分を嫌う様子のないことを、早くも見て取ったのです。私などは、 千代之助は、ごっくり、つばを飲みながら、続けました。私は、池の旗から、あなたの美しさに惹かれて、ふらふらとここまで来てしまいました。えそのあなた、そんなに若くて美しいあなたを、捨てる世間がありましょうかさあ、もう一度、世の中へ出て参りましょう。 その黒髪を伸ばして、振り袖を着て、あなたの美しさを存分に見せて、あなたの前にひざまずく、世間を見返してやろうではありませんか。千代之助の手は、いつの間にやら、天の手。水晶の樹像をかけた、美しい小さい手を取っておりました。あれ、何をなさいます私は、何万。 何千の女を見て参りました。変なことを言うようですが、世の中の女たちは、私の一目で、死ぬの、生きるのという裁きをしております。が、その私でさえ、猿若町の舞台の上から、毎日毎日、装いを凝らして、江戸中の女を見尽くしている私でさえ、まだ、あなたのような、美しい方に会ったことはない。 なんとおっしゃるか。あなたのお名前は知りませんが、もう一度髪を伸ばしこの世の陥落を見尽くすために、私と一緒に世の中へ踏み出してまいりましょう。千代之助の言葉は、次第に熱を帯びて、諸手はいつの間に、天のふくよかな膝の上へかかっておりました。 百人目の唇を。ありがとうございます。そんなにまでおっしゃってくださるものを、どうして、お言葉に背かれましょう。えそれは、それは本当でしょうか。何のうそう申しましょう。けれども、今はこの通り、見仏の御前に仕えております。仮初めにも、 けがらわしいことがあってはなりません。このいよりの始末をして、髪を伸ばしてお後から、お宿へ参りましょう。なんとしたこと、美しい山は思いのほか早く、珠を捨てる気になったようです。ありがとう。私にとっても、こんな嬉しいことはありません。それでは、お言葉を胸に秘めて、後の日を待つとしましょう。 が、たった一つ。私の言うことを聞き入れた証拠に、気象を書いてはくださるまいか。千代之助は気の変わらないうちにと追っかけます。え、気象と言っても、筆で書く気象ではない。あなたの唇の紅を、この紙の上、押してもらいさえすればよいのです。唇で紙へ。 天も、さすがに驚いたようですが、気を取り直して。いほとけに使える私が、口紅など、持っているはずはございません。千代之助も、旗と講じました。その隙に天は、前に述べられた、半紙綴りの分厚い帳面を取り上げてみると。白紙は、最後たった一葉で、あとは一枚一枚。 鮮やかに描いた花びら。と、見たのは、紛れなく、唇に出をした、女の唇の形です。お<っ>千代之助は、慌てて取り上げましたが、及びません。数十枚とも知れぬ唇の押し方と、そのそばに記入された、年号合皮に忙しく目を通した天の顔は、怒りとも、害地ともつかず、青ざめて、わらわらと震えます。 見られた上は隠してもしようがない。ご覧の通り、これは私が今までにちぎった女の唇を押したもの。ちょうど十九枚だけたまりました。あなたの唇を押してくださるとちょうど百枚。これで私の百姓の符は出来上がります。さましいと思ってくださるな。これが昔から 男の望みと言われた対岸だったのです。千代之助は、さすがに恥じいる風情に首を垂れます。それにしても、この男の美しさももう三十近いはずですが、うち見たところは二十一に、相変わらず水も垂れそうで、こんな悪魔的なことをやりながらも、少しも人に憎まれない不思議な魅力があります。 よくわかりました。そんな人数に加えてくだすって、百人目の漫画に、私の唇を書紋されるのは、女冥利というものでございましょう。このまですぐ、押して差し上げましょう。口紅は、彼に、アマの手は、そばのヨダンスに入りましたが、何やら探し出すと思う間もなく、 さっと中にひらめいて、千代之助の首へ、あ<っ>天の逆手に握ったカミサリは、はっと思う間もなく、薄手ながら、千代之助の喉笛を切ってしまったのです。何をするお待ち、私は、紅が欲しかったんだ。天は投げ出した百姓の符を拾って、流れる千代之助の血潮を唇に塗ると、 正面の最後の紙へ、グミのような二つの唇は、まさに、赤々と、百枚目の紙に記されたのでした。悪魔の望み。ご覧この血で押した私の唇。お前、見覚えがあるにそういない。何千代之助は、 あまりの驚きに痛でも忘れて、流れる血潮を抑えるように、アの手元を覗きました。幸い、カミソリは奪い取りましたが、この女は何をやり出すか、うっかりそばへも寄れません。九十九番目のも、そうじゃない。九十八番目のも違う。九十七番目のも。グミ型、花びら型、 いろいろの唇の押し方を百万目に押した自分の父親の唇型と比べていくアマの手元千代之助は夢うつつに見つめるばかりです。アはバラバラと髪をくって最後に一番最初の唇に目を落としました。これに相違ない。この一番最初にある唇の押し方と、今、 私が父親をしたのと比べてごらん。大きさ、形、ひだの具合、どこに一つ違ったところがあろう。何押し合った長面を取り上げた千代之助は、一番目の唇型と、百番目の唇型とを比べて、痛手の他の打撃に、真っ青になってしまいました。そんなことはない。 そんなバカなことはない。よくご覧。この通り頭は丸めたが、私の顔にはまだ、八年前の、真弓の面影が、残っているはず。え<っ>お前にもてあそばれた私と、お前に斬られた両兵様とは、年月の経つにつれて、次第に死体合いながら、お前というものが間にあって、その恨みが解けないばかりに、 幾年経っても、一緒にもなれず、死なず生きずの苦しみをしてきた。若い尼、まゆみは、恐るる色もなく、千代之助の表を指して、恨みと、怒りとをないまぜた言葉を浴びせかけます。それの辛さに、私は髪を下ろして、こう、行いすましているが、どうしても忘れられないのは、 お前の恨みしさと、両兵様の恋しさ。そうだ。そうだ。お前は真意みにそうやるまい。それは俺が負けてやるが、この千代之助を忘れて、どんぐりのような醜い両兵連れが恋しくなる <laughs> そんな、そんな、バカなことがあろうかい,いえ、違う。違う。いや、違わぬ。 俺のメガネに曇りはない。お前は本当に昔のゆ美なら、この千代之助が忘れられないばかりに、髪を剃り落としてここにいるに相違はない。俺は百人の女をもて遊んだ。他のことは一切わからない人間だが、女の心持ちだけは、棚心を刺すようにわかるつもりだ。千代之助は 手追いに屈せず、よろめきながらも、美しい甘姿のまゆみへ、抱きつこうとします。さあ、来いよ、ゆみ。俺は生まれてから一度も、同じ女を振り返ったことはないが、今度という今度は、妙にお前に心が惹かれる。災害傷は浅い。二人一緒に暮らして、どんなことがあっても、 一生、離れないよう。血だらけになった千代之助は、執念深く、ゆみを追い回して、見仏のお姿までが、半々たる千代の穢れに染むありさま。その凄まじさは、異いようもありません。白魔、白魔、よってはいけない。百人の唇を集めるために、お前はどれほど深い罪を重ねたかわかるまい。 そんな大それたことを、神様も、仏様も、お許しになるはずはない。どけ、どけ、毛がらわしい。いや、百人の唇は、確かに集まって、百人の符は、見事に出来上がったぞ。百人目に、血潮で唇を押したお前は、一生、俺と連れ添うのも、約束ごとだ。えへ、毛がらわしい。やるな。 やるなさすがに、悲鳴はあげませんが、襲いかかる手追いの千代之助を逃れて、清ろかな仏具を取っては投げ、取っては投げ、しばらくは暗室の中に悪党を続けました。へへへへ、さあ、捉らえたぞ。もう逃すことでない。こう、両腕の中に抱え込むと、お前ほど美しく、 お前ほど可愛らしい女はなかったことも、よくわかる。お、俺は死んでもいい。俺は。半死半生の甘姿を膝の下に組み敷いて、弱悪な笑いが引き裂くように、千代之助の後編を横切ります。ちょうど、その時でした。ふと、門口に刺した人影、中の様子を見ると、 主張のごとく飛び込んで、くせ者、何をする眉美を組みしく、千代之助の肩先を掴んで、庭先に叩きつけざま浴びせた一刀。うっ美しい悪魔、千代之助は、ものの見事に、ひっくり返りました。両平様眉美殿、無事であったか二人は、それっきり言葉もなく、必死とばかりに、 手を取りり合うばかりです。ゆ美は紙を蓄えて間もなく良平と祝言の杯をあげました千代之助はそれっきり切られ損になってしまったことは言うまでもありません百姓の符はその後光塚の手に転々していろいろな物語を生みましたが 安政年間の根岸に起こったこの物語が一番確かな筋から出たものです。塩之助は唇型のコレクションに一種の強熱を持った編集狂だったかもしれません。世に言う不良少年には得てしてこんな狂人がありがちのことです。